スーパークッキーガール、あ、これか。コメントが言っていいよ。バニラに任せなさいよ。つけん、ケンって強しなんだ。泣きながらいけるね。魂が入ってます。それね、これとか言わずに全部クリアしてください。あと、ジャスティスを作った人って超人じゃないですか。グラフィックがすごい感動しました。バルカン A が進めきた。バルカン A、やっぱり。進め武器はバルカン A ですよ。バルカン A は、なんだ、わかりにくいなぁ。ミサイルはわかりやすい。シールを吹くで、ポムはあれで、スピアップパワーアップ。あ、シャドウってか、武器がシャドウとミサイルだけど、あれ？ボムか？バルカンとミサイルとシャドウしかないじゃん。言ってたのか。レディー？ゴー。また背景が難しそうなやつ来たな。バルカン A 思考やから。はい、最強ですよ。なぜこの子絶賛のジャスティスまだやってないですね。まだやってないジャスティス。どうなんだ。あ、これがあれか、シャドウか。使いにいるんだよね、これ。あんまり、ね、いきなりなんかすごい視覚的に攻撃してくるよね。バリアか。なんかよくわからん。背景とあれで、わけわからん。ホップは敵なんだよね。焦るわ。背景で見づらいやつよ。パワーパイデムと色が一緒やねんな、背景が。わかりにくい。それで言うと敵が、背景馴染みすぎ。背景目に悪いよな。考えて作ってよ。でもゲーム的には今のところは優しそう。バルカン A ですわ。大正義バルカン A で行こう。マジこれ、ミサイルなりな。何だ。はあ、BGM 頑張ってますね。どうしたかな。ちゃうか、どうしたかな。そういう意味じゃオーバーランは、たまオーバーランは見やすいぞ。まあ難易度は見やすくない。最後まで見せない。好きだらけになるからな。目長いな、あいつ目。あー、これは目が疲れるステージ。目が疲れるな。またバリアかよ。バリア何個あんねん。重ね切り禁止や。このシューティング中すればマジで見えないよな。弱っ。クタハのマーニューファクチュア。そんな。うわ、まさかのノーミスノーボムですよ、一面。ぬるゲーかな。見やすいかな。ジャポンクエスゴで失明してるとか。デザイモン訴えよう。アテナ訴えるわ。アテナもうないんか。アテナはもうなくなった。何や何やわからない感じ。スピードパワーですよ。あ、ミスった。罠の武器取った。
当たり判定あるやな、これも。アホを許すな。あぶね、当たりに行くわけだ。やっぱバルカン A ですわ、大正義すぎる。バルカン A 大正義だな。なんだこいつ、気持ち悪い。なんだこれ、倒せんぞ。ここか、倒せんのかい。倒せるかじゃ倒せんかった。普通に倒せんねん。なんやねんこの、 白い線は。この白い線が何なの。この白い線が気になる。ハートあれ取ったらいいんかなと思って当たるからね。ハート敵の弾やからな。気付けないか。青を許すな。ハートがね、あれだからな、敵の弾だからな。正直紛らわしいよね。普通のゲームハート取ったら息アップとか HP 回復とかじゃん。なんかステージがやたら長いな。火の玉わかる、ハート。え、人殺しちゃった。いっか。おお、いきなり逃げてきたな。よし、さり。ボムか、あれ四角形だぞ。ボム、ひし形ボム、ひし形っていうか。ステージ長い。ステージ長いなこれ。まだ続くの。単調で長い。モスかな、そろそろモスか。半地王じゃなくて近いねん、ボスの場所が。お絵描きコン、あっ、かかった、やっぱりね。初被弾だよ。硬いなこいつ、早よ死ねえよ。このね、バルカンの唯一弱点は、アンチから直線だな。普通に戦ってんだろ、割と。え、硬いね、普通に。硬すぎなんですよ、敵が。恐ろしい硬さやで。ステージも投げりゃ、ボスも勝てる。なんでクリスマスかなんか、なんだこれ、機関車トーマスか。だからまだ見づらい。何に当たったらあかんのか分かりにくい。やめろや、そういうの。どれに当たったらあかんか分かんまたそういうのですか。何に当たったらあかんのか分からん。早いよ、今度は。今度はやけにスクロールが早い。文句言うなって。
当たり判定ないよね。ずれてるよね。まあそれは別にあれやけど、問題はないんですけど。あ、ボス早っ。なんであんな2面長かったんやろ。あ、落ちた。ボム、ボムどうと思ったら、さっさと。わー、食らってもたな。ボムあんなにあったのに。あんなにボムあったのにな。当たってもたわ。あ、今度遅い。スクロールが遅い。うわ、何のせい、何がないやら分からんかったしさ。どこへ向かってんのこれ、典型的な意味で。上昇します。全然急上昇しないんですけど。あ、急上昇しだした。雲の中をこうこいつなんか行ってる的な演出なんだ。どこ、ここ大変突入しちゃった。こっちゃった。シャドウだな、あのオナホ。オナホみたいなシャドウだから使えません。オナホ、オナホ取ったらいかんよ、あれ。あれはないから。もうなんか定期的に背景が邪魔するよな、このゲーム。倒しに行かないスタイル。ここはユアンやり。ユアン、ユアン思ってやばかった。ユアンの4面はほんまきつかったな。何やねん、攻撃めちゃくちゃ。パワーアップアイテムが1面2面用意だけど、この、なんだろう、このスピードあんまないな。やつやばい。ユアンって言うんだ。これはなんだ。あ、これあれか。わかりにく。ボム、オナホは飛んだ。オナホ絶対飛んだ。オナホ飛んだ。あー、これは面白かったな。えらい、なんかえらいあれやな。なんか弾当たった。何やだった、俺なんか弾飛んできてた。わからん、何弾当たったのわからん。星、あれ星当たり判定あんの、あれ。わかんねえ。試験だよ、敵。あ、何に当たったんだよ、マジで。何に当たったのかわからん。何に当たったか教えてほしい。下になんか、ようけ、正面なら、正面垂れ流しすぎて何やらわからん。正面垂れ流しすぎやねん、こいつ。この下、ねえ、この正面当たり判定、当たり判定なんやで、これ。わかりにくい。なんやねん、この正面。正面出しすぎやろ。あ、よかった。あの、星当たったら食らったみたい。なんやねん、こいつ。
ションベン垂れ流しすぎやで当たり判定ないけど、わけわからんこのゲーム。魔女っ子のジョジョ、魔女っ子のジョジョ垂れ流しまでいいですよ。このスピードアップアイテムとさっきのタッチの弾同じ。あ、ちょっと待って、これ壁かよ、これ今度。今度は壁来た。シューティングの難しくしてる一員の。またそういう。あ、当たった。伸縮してるやつ当たった。ああ、おなほとっちゃった。おなほくそ。そうなほですわ。あ、ほ使いにくいんだよな、このおな。このおなほ弱すぎだ。あ、何やだった。壁か。わかりにくい壁が立てた。この背景側で壁あの当たり判定のある壁とない壁があってだな。この壁は判定だけど、この壁は判定ないんですよ。分かりにくいわ。なんて壁にしてくれたんだ。パワーアップアイテムが全然ない。オナホしかないとか、最後の向きオナホかよ。おーちょ、当たり判定あるのかどうかないんかい。炎は当たり判定ないんかい。この当たり判定あるかと思ったやんけ。弱い。やった、ノーコンティニューでクリアしたぞ。誰やねんこいつ。誰やねんこいつ。よし、クリアしたぞ。いやー、見づらくて困った。でも簡単だったよ、難易度は。二面がただただ退屈だった。ああ。パワーアップアイテムが全然わからんっていう。区別つかんっていうね。パワーアップアイテムの区別のつきにくさ。ボムがひし形で、ノーマルショットは正方形なんだよね。みたいな。わかりにくいわ。もうちょっと長かったんですかね。まあまあまあ、重点視よりかは見やすいから。重点車いろいろとすごい。とりあえず上げられるの重点車。もう弾が見づらいゲームの代表にしたい。弾が見づらい、目が疲れる。ああ、しんどかった。次どれ行こうか。